最初に会った時、お前は片手で持ち上げられる程度のひよっこだったが、だがもしそれがお前だったら、シンジケートのヤクザを捕まえるためだけにこれだけの警察官が出動するとは、お前の部下は弱すぎるな。力があるだけじゃ十分と言えねえ。その役割を発揮させなきゃ意味がねえんだ。もう限界だと？笑わせるの？人間は限界を超え続ける生き物だ。だいぶ待ったぞ。相手を間違えたな。これは終わりじゃねえ。負けを認めるな。俺こそが軍団だ。ここで倒れるわけには。ほう、ずいぶんのんびりしているようだな。俺とシンジケートに戻ってみないか？お前に会いたがってるやつがたくさんいるぞ。お前の上司は毎日俺を監視するやつを変えてるの？なんだ、そんなに怖いのか？囚われたコンビクトごときが、あるいはシンジケートの落ちぶれたヤクザが。俺の部下は筋肉バカだけでなく頭脳明晰なやつもいるぜ。うん、お前みたいなのもいいかもな。公務員なんざやめて軍団に入ったらどうだ？銃？そんなもので戦うなんてありえねえ。戦士とは自分の拳と意志だけを信じて戦うもんだ。それにシンジケートの銃はとっくに汚れてる。暴力だけが暴力を終わらせることができる。それがシンジケートが出した唯一の答えだ。かつて幻想を抱いていた者は何もなせずに命を落としていったよ。廃墟と化したあの工場はこの町の黄金時代の記録だ。あれこそシンジケートが取り戻さなければならない栄光なんだよ。誰を失っても軍団長は冷静でなければならない。だが、もしそれがお前だったら、俺は自分が何をするかわからないな。最初に会った時、お前は片手で持ち上げられる程度のひよっこだったが、まさか今もそうだとはな。だがお前は俺がこれまでに出会った中で一番強い人間でもある。これからはいろいろと任せるぞ。ここにはわんさかいるみてえじゃねえか。稽古に付き合えそうな人間がよ。ほう、俺を挑発してるのか？そうやって見ているだけか？ならかかってこいよ。俺は立ったまま動かないし、両手も使わねえからさ。
このくらいのことは軍団の連中がすぐにやってのけるさ。ほら、楽勝だっただろ。まだ足りねえな。大胆なことをするじゃねえか。マフィアの奴らに伝えろ。我ら軍団はお前たち全員に宣戦布告する。遅かったな。ついてこい。シンジケートの変革をその目で見てえだろ。なら離れるんじゃねえぞ。最初の相手は誰だ？テッドか？それとも野牛か？なんなら全員かかってこい。結果は一緒だからな。策略はケルシーに任せて、俺は道を切り開くことに専念する。それがあいつにとって一番必要なことなんだよ。サビの匂い、硝煙、終わりのない暴力。シンジケートは何一つ変わっちゃいねえ。もうたくさんだ。全部壊して俺が変えてやる。軍団にアジトなんかいらねえよ。シンジケート全土が軍労の領地だ。敵は目に見えてる奴らだけじゃねえ。だがこそこそ隠れてるネズミどもが顔を出せば。ほう、やっと入団する気になったか。楽勝。これからの戦いが楽しみじゃねえか。お前最近肝が据わってきたじゃねえか。